さあ、私たちも、木の葉ちゃんに集められまして。何か、いつもよりも真剣な面持ちですね。いいですか？皆さん。この館には悪霊がいるんです。お前がうそぶいてた妄想と同じなのにゃ。妄想とは何ですか？いいですか？この屋敷には本当に悪霊がいるんです。だからもしいるんなら私たちが気づかないはずないわよ。改まって言うから何事かと思ったじゃない。私がさっき感じた霊気はいつものとは違うんです。もっと邪悪なまがまがしい荒神なんです。頭ごなしに嘘とは言わないが、やはり私たちが何も感じないというのは合点がいかない。木の葉、もう少し具体的にわからないのか？それは…私は、木の葉が言っていることは正しいと思います。マージさん、信じてくれるんですね。マージ、正気なのにゃ？おそらく果てしなく高確率で時間の無駄になると思うのにゃ。エリカ、もしかしたら木の葉は私たちよりも感知能力が優れてるのかもしれないわ。もし本当だったらご主人様が危ないの。どっちにしろ私の仕事は変わらないからいいんだけどね。私もフォニームに同意だ。何者が来ようとご主人様を守ることには変わらない。まあ確かにエリカは戦闘はできないのにゃ。そうですわね。ですが警戒を強めるのと隙を見せるのとでは戦果が随分変わりますわ。木
ノハちゃん、教えてくださってありがとうございますね。ウィーさん初めて皆さんが信じてくれました。
主人様。面目ないですよ。もう、ずいぶん練習したんですけどね。そうです。その通りですよ。私、丈夫が取り柄ですから。大丈夫？重くない？ごめんね、ごめんね。私も木に登ってみたかったの。私、練習するから。練習。だって練習すればきっと上手に落ちられるようになるよ。ごめんなさい。
はい。何でしょう。いえ、ご主人様、そんなこと。いえ、私はご主人様と昔会ったことなんてありません。ご主人様？はい？あらあら、それは大変。わかりました。後でマージちゃんのところに行ってみますわね。ご主人様、どちらにおいででしたか？マージとご一緒でしたか。それならばよろしいのですが、最近は何かと物騒です。屋敷の外に出るときは、必ず私をお連れください。はい。いいえ、その可能性があります。
それでは失礼します。少しは時間がある。私はもう少しだけこの幸せな時間にまどろんでいられる。神を持たぬ私たちではあるけれど、私は祈る。大いなるものよ、あと少し、少しだけ時間をください。そして臆病な私を許してください。ご主人様、何かご用でしょうか。Thank you.
思い出してはいけない。思い出しちゃいけないんです。いえいえ、私は思い出さないでください、ご主人様。もし思い出してしまったら、きっとご主人様は私を許してはくれない。いいえ、それよりも、それは封印が解けるということ。あの方がここを見つけてしまう。時が来たら、すべてお話しします。ですから、ご主人様、もう少しだけ時間をください。夜の空気は冷えますよ。もう、お部屋にお戻りください。大丈夫です。ちょっとバランスを崩しちゃって。はい、軽いうちみだって言われたんですけど。大丈夫ですよ。主人様、はい、またお話できましたね。ご主人様、力が、封印が解けかけている。純粋精霊と交信できるの？
あざなはマージの怪我を癒すことができますよ。マージの足に手を置いて。祈る。その怪我が癒えますようにって。ご主人様、いけません！やめてください！